はい。あ、もう大丈夫。はい。もう撮ってた。撮ってます。はい、スチール 032AV です。ご覧の通り、オールドレベルのスチールのチェーンソーです。なんと、メイドインウエストジャーマニー、はい、東西ドイツが統一する前のチェーンソーです。やったことは、キャブレターのオーバーホール、まあ全体の清掃、こういうカバーも外して中を清掃しています。この上のカバーを外すのは大変なのと、まあエンジンのヘッドを外さない限りはひとまずいいかな。エンジンのヘッドとマフラーを外してまでの整備は必要ないということで、これは外してません。ハンドルや防振ゴムとかもまあ大丈夫そうです。ご覧の通りチェーンソーの刃が錆びてますが、さっき試運転したところでは、錆があってもちゃんと切れたので、これ以上もう一回研ごうか考えたんだけど、十分切れる状態だから、まあ、もう一回後で試運転して考えます。バーは錆びてますけど、先端にこれスプロケットが入ってるんで、なんだ、錆によってバーが回らなくなるとかね、チェーンが回らなくなるってことはありません。チェーンも一コマ一コマ全部動くように確認してます。年式なりの綺麗には仕上がってます。あと嬉しい機能、これ握ってこれでロックすると、回転が片手で持ってても回転が保たれると、チェーンが回るという仕組みです。昔のチェーンソーにしかありません。今の感覚で言えばこんなことできたら危ないっていうことで、今これができる機械は販売していないでしょう。チョークなんかもしっかり使えて、スイッチもオンオフメリハリよく動きます。あとやったことというか、機能的には、よくねこれ壊れがちなはずなんだけど、ブレーキ間違えた時に手が前に行ってブレーキがかかる仕組みです。これもちゃんと機能します。言い忘れました。一つ心配事といえば、スプロケットの摩耗が少し激しかったです。ちゃんと使えるので、当面は大丈夫でしょう。スプロケットの摩耗により、チェーンも少し削れ方が、こういうとこ普通削れないんです。なんだけど、少し削れてると。これはスプロケットとチェーンを交換すれば済むことなので、当面使える状態、ですからひとまずご安心ください。おそらく前のオーナーが、はちゃんと整備してたんですよね。整備してたんだけど、多分張りが強すぎた感じする。張りが強すぎた感じがするんで、今は少したるめにしてますけど、チェーンとバーに対してはこれの方が少し優しいです、ね。このぐらい隙間が空くぐらいのタルタルの仕様です。スプロケットが入ってるから、本当はもうちょっときつくしてもいいんだけど、このぐらいのセッティングの方が、綺麗に回ると思います。はい、あとはオイルの出もすごくいいです。このオイルを調整するネジも、
ちょっと絞った、出過ぎだったら絞ったけど、出ないよりずっといいです。あとは燃料タンクの中のフィルターも清掃は済んでます。プラグは交換してません。しっかり元気に火花が飛んでたので、プラグの交換の必要はありませんでした。お気に入りのチェーンソーがいくつもあります。これなんかもいいですよね。これ、ハスクの古め、ハスクの新しめ、なんて言って、いろいろと整備しながらやってます。今はこれオールド下げ振り、こんなものも今直して、ね、これがねここに入って、ここに糸を通して水糸を通してねじ込むっていうね、ねじ込むっていう、これねじ込むっていうすごい仕組みです。あと何か言わせたことないかな。エアフィルターの掃除は当然やってるし、ストーリーとしては、多分これをもともと使ってた人はちゃんと整備して、歯なんかもねちゃんとこうやって見分かりにくいかもしれないけど、デプスっていうんだよね、ここ適切に調整している跡があります。でしっかり歯を取りながら使っていていたけど、しばらく何かの都合で使わなくなったか、お亡くなりになったかして、動かない状態でしばらく放置されていたんではないかっていう感じのチェーンソーです。全体にはすごく調子がいいものに仕上がっていると思います。これね、俺よくわかんないの、これ。これは、これの、オン、オフを示しているのか、これの表示は、の意味はわかりません。あと、あまり細かいこともよくわかりません。けど、どうすれば動くかはなんとなくわかるので、しっかり直したつもりです。相談したのは、もちろんこちら、どこだ、どこ行った、鬼のステッカー、はい、はい、鬼しのきに相談してキャブレーターのこととか教わりました。ということで、いろいろとね、他にもチェーンソーを使って、彫刻なんかもするんでね、チェーンソーの彫刻なんかもするんで、チェーンソーは使うけど、すげえ細かいことまではわからないという状態でやってます。専門家ではないのですが、これはね、お譲りするかどうか迷ってます。このまま自分で使いたいぐらいです。ということで、回転数やね、アイドリングの状態なんかも、上げておくので、ご確認ください。ではこれから割合固めの木を切って実演でお見せします。ヤギもいます。では今から実演をします。切るのはこの奈良の木です。このぐらい乾燥している割合固めの奈良の木だと思ってください。ではお願いします。チョークを使いました。
い、カットできましたのと、この切り子見てください。切り子、切れないセッティングだったらこんなにあのしっかりした切り子は出ないはずなんで、おそらく前のオーナーは結構きっちり整備してたような感じがします。まずアイドルですね。遜色がありません。バーの長さは40センチなんでちょっと短いけど、排気量をしっかり使ったパワフルな切れ味です。はい、ということでいかがでしょうか。スチール032AVオールドスチールです。調子のいいオールドスチール1台あるといいですよね。え、何？使いで限られたりはしないんです。はい。使いで限られたりはしないです。使う何？お家は。お家？お家？一家に1台大丈夫です。一家に1台あったらいいと思います。